6月5日のマルシェで、日仏会館のマルシェでフムスを出す。数がね、限りがあるの、うん、ちょっと宣伝的に出すだけなの、はいはいはい、あの売り上げじゃなく。店の名前とか考えてる？いや、決めてない。決めてない、もうこの横で。あ、そっかそっか、隙間挟んで、はいはいはい、これね、野菜が挟んであるんだね。野菜とそうひよこ豆の挟んであるパン、うん。